お、ひたまえです。今回ね、来ましたね。鬼ヶ島打ち入りロロノノはゾロということで、ちょっと噛みかけたけど、いや、超別ゾロだったね。ま、あ一応予想は当たったってことにしよう。うん。一応予想は当たったってことにして、で、な、何がすごいかって、 全属性あるんだよねこのゾロ。全属性に変化できるゾロということで、もうなんかデュエマみたいだねなんか、なんかあったよねレインボーみたいな。も、ま、う、あ、虹みたいな感じだよね。で、最初これ多分赤って意味だねこれは。赤属性になって、まあ、そこな、どうやって変化していくか、これから話していこうかなと思います。まずスキル1だね。まあ、スキル1は、割かし普通だったわ。クールタイム22秒で、まあ、無敵スキル。まあ、でも22秒の無敵スキルの突進って考えたら、まあ、めちゃめちゃ強いよね。でも もうあの通常攻撃のリーチがね、あの全キャラ1ぐらい長いよね。四季、四季ぐらい長い。四季以上に長いんじゃないのっていうね。まあ、そこら辺があるのが、まあ、このゾロだね。鬼ヶ島ゾロえエンマゾロ虹ゾロわかんないけど。こっからややこしくなんだよね。スキル2から。まあ、戯れということで、えー、チャージスキル だねで、チャージ中に敵から攻撃された時に赤、青、緑のうち得意属性に一度だけ変化するってことだよね。多分自分の認識が正しければ、えー、チャージをボタン押します、押します。で、マムに攻撃する。今でいうオリンね。赤属性のオリンに攻撃されたら、青属性のゾロになると。で、それが、 一度分けってことだからその後に緑属性のやつに攻撃されても多分、えー、青属性のままってことだよねでつまりそうやって属性変化がするアタッカーってことだね、えー、でさらに敵から受けるダメージを減少するまあ、ロジャーのチャージスキルみたいなもんかなでスキルボタンを放つと、えー、チャージを中断して攻撃が発生する ま、そんな感じだね。で、チャージなしだと遠距離で敵に向かって連続ダメージ。ああ、なるほどね。で、チャージマックスになると防御力増加が入ると。うん。で、さらに自分の体力が減っていくと、与えるダメージが大きくなっていく。まあ、みたいな感じだね。いや、皆さん。 もうここからもっとややこしくなります。はい。えー、自分の、えー、自分が別の属性に変化した時、まあ、つまりチャージで攻撃受けた時だよね。で、攻撃力が5%増加5秒間50、50%増加するんで、えー、もうチャージが、チャージの攻撃力が攻撃与えてしまったならば、もうえげつない量の、もう、 軽くなるってことだよね。で、かつスキンのクールタイムが、えー50、50%短縮。えー、さっき37秒って書いてあったんで、もう18秒ぐらいになるってことだよね。で、気絶状態を無効化する。まあ、これシャンクスとか、まあ、ロジャーとかそんな感じだよね。で、かつ敵から KO されるダメージを受けたとき、一回だけ体力が15%回復する。うん、まあ、これ復活特性だね。 で、通常攻撃の1段目を長押ししたときに、えー、通常攻撃2段目が、えー、っと、変化して、えー、ダメージを与えたときあ防御力が20秒間20%減少する。なるほどね。ディアマンテみたいな感じね。まあ、で、ディアマンテは吹っ飛ばしだったんだけど、まあ、ゾロは20秒間、えー、20%、えー、減少すると防御力ね。まあ、そういう風に関して、まあ、相手を倒していくって感じかな。で、スキル2から発動のときに、一定時間よろけずダウンせず、えー、吹っ飛ばされない。えー、吹っ飛ばされないが強いな つまりあれ撃ったら、でも状態以上で止められるもんね。だからロジャーで言う、ロジャーは吹っ飛ぶけど、ゾロはえ状態以上が入るみたいな。ま、あその逆みたいな感じだね。えー、で、得意属性の時に攻撃した時、 当たるダメージが増30%増加。まあ、だからあのスキル2が肝心になってくんのかなスキル2で攻撃をしっかり受けて、えー、ダメージをみたいな。そんな感じなのかなだか確実に得意属性になれるようにした方がいいのかね難しいね、これ。でも得意属性にならなかったら逆に弱いのかなで、敵に付与されてる、えー、強化状態を解除。ま、あシャンクスとかってことだよねぞあのー、 得意属性になったらシャンクスとかにいい感じになると。で、3秒間の間に敵に4回ダメージを与えると。で、かつ、えー、大陸5%回復すると。なるほどね。えー、3秒間的に確かに、ね、通常攻撃がね、多弾だったんだよね。だからそこら辺があるから、 あのー、この特性がついたのかなで、ジャスト怪人的に、これね、レイリー、レイリーもどきかなレイリーアソップもどき。レイリーとアソップは無限回避できるんだけど、えー、ゾロはジャスト回避しても攻撃当てるだけで回避の短縮がないんで、無限回避はできないかな遠距離に言って入んないで、そうだね、割合ダメージだ。割合ダメージもあるからね、どうなんだろうなー正直、アタッカーだからー、 ねえって感じで。得意属性の時にこれヨロケズフットバれー強すぎー。<laughs> 急に強すぎー。得意属性に絶対負けないじゃんね。得意属性になったらもう永遠にヨロケないみたいなね。で、自分の体力減少、あ体力が最大体力減少時、えー、暴力が、えー、10秒間。これシャンクスキラーだね。うん。シャンクスしかいないもん。最大体力減少って。だからシャンクス特定みたいな特性多いね。 え、で、自分が、えー、50%以下受けるダメージが50%減少。あー、体力が50%以下になったら、受けるダメージが減るんだ。で、かつ、スキル2のクールタイム50%増加する。あー、スキル2のタームレイがね、速くなるんだね。いや、どうこれみんな。いや、めちゃめちゃ楽しそうで強そうだなと思うんだけど、アタッカーなんだよね。今さ、やっぱ超過とか、色々あって、旗抜けないよね。で、それプラス、 あの、遠距離がないんだよね。あの、例えば、シャンクスの時って、もう超遠距離の強襲だったり、一つだったりあったけど、このゾロって、あのー、突進とか、そういう系だから、川渡りもシャンクスと違ってできないし、で、機動力もね、歌みたいにないし、でそこら辺どうなんだろうね。そこがちょっとまた、面白いバランスというか、で、あと、状態異常が入るんだよね。歌が強いこれ待って、歌が勝てるゾロ。得意属性になったら、 ま、なんかさ、攻撃が50%とかだって、余計無効だったりつくんだけど、得意属性になれなかったらさ、つまり、得意属性になれなかったら、シールドでよろけちゃうってこと、ゾロが。それどうなんだろうねそれ結構弱いよね。だから、チャージースキルとかで、あのー、どうなるかでね、チャージマックスになって、 ええー、まあ、属性よく、歌うた食らっても、属性よくなって歌うた食らうけど、でも、あのー、あれ確かさ、最大体力減少、あ、じゃあ、あの、ダメージ減少とかさ、チャージマックスまでは防御力増加とかあったから、そこがね、どう噛み合うかだよね。あと、ルフィとかもさ、夢ルフィも振動さえ入れてしまえばってところあるか。得意属性が、これ初手赤だと思うんだけど、赤がね、意外とミソっていうか、ね、あの、スキル2にさえ攻撃しなければ、つまり、スキル2にさえ攻撃しなければ、 全然オッケーってことだもんね。あの、得意属性にならないし、ユメルフィーでも勝てたりね、そうだけどね。まだ通常攻撃のリーチがバケモンすぎるからな。ちょっとそこはあるね。で、あと、ブースト特性かな。あの、シャンクスでいう気絶だったり、ユメルフィーでいう状態異常無効。それがね、アタッカーって毎回読めないんだよね。ゲッターってだたいよろけ無効だったりするんだけど。いや、このゾロに関しては、気絶無効ついてるから相手に気絶状態を与えるかもしんないし、状態異常無効がついてるかもしんない。いや、だからそこで、それにもよるな。 それによって歌が結構強いかどうかも変わるし。いやでもゲージ溜めたいしな、今。で、旗抜けないもんね。で、機動力もないから、結構いいバランスだと思うんだよね。戦闘性能はあるけど、試合にはどうだろうみたいな。ね、キングとか握られたりするしね。キングにだってあの突進結構ダメージ入るもんね。いや、難しいね。どうだろう本当にとに。ことで、ね、まあ、明日ね。 えー、おりんがね、ちょっと入れ替わっちゃうから、どっち引いた方がいいとかあると思うんだけど、キングと。まだね、超ベス来そうな予感もするんだよな。でも正直言って明日どういうガチャポイントになるかとかわかんないから、いや、自分的にあのー、スコアもおるとかだったらマムな気がするけど、まあ、でも楽しいのはゾロって感じがするね。もう正直、これに関しては、好み本当に。本当に好みの問題で。いや、まだ超ベス来る可能性も10、10%、20%、30%、40%ぐらい。 あるし ゾロがね、意外とどうなるかブースト特性とかもまだ分かんないんで、そこが分かんないっていうのもあるけど、でもマムはね、結構外れづらいと思うんだよね。あのマムの強さは。だから強さで求めんならマムでもいい気がするし、まあでもゾロでもいい気がする。まあ60%、40%ぐらいでマムでいい気がするけど、まあでもゾロでも全然いいみたいなね。で、明日確定とかのそのダイヤの確定とかも分かんないから、またそこも難しいんだよね。もしかしたら確定が少ないかもしれないし、確定が多いかもしれないし、確定がないかもしれないから。 いやちょっとね自分の好みかなこれに関しては、まあ、性能的にはまあマムの方がなんかスコアは盛りやすいかなとは一応僕は思います。は